お金は、あ、お金はそこに入れる形ですね。こっちから戻れんのか。あ、これ狭かったところか。あ、じゃあこの道にずっとまっすぐ行ったら戻れるんや。よし。そうなんですね。完全な、でっかい袋小路になってるんですね、ここの集落は。で、一応車とかだったらあれですね。そのままストーンと抜けて、設置後の方に、一応抜けれんことはないですけど、ちょっと、そっちまで回るとだいぶぐるっと回るんで、今日はもうおとなしくさっきの細い道もう一回戻りましょう。なんか塚がある。なんだこれ。これは何でしょう。あ、これが清水大使なんだ。大使なんだ。あ、危ない危ない。元安楽寺の院長所でしたか。火炎にね、ほのか本日は整備されました。豊金生以来このところで使わなくなります。こんなね、大使様の像が出てるんですけど、なんかすごくちょっと怖そうな味ですけど。おお、あ、ここなんですね。あ、よかったよかった。あ、やっぱ遠いすぎるところでした。で、神鏡入っとって神社こちらに、あ、大使様いらっしゃいますね。これも菩薩様ですね。あ、ちょっとお参りしてきましたね。面白いのが再生の形が違うんですね。こっちは手前にポンと落ちて、これは奥の方に入っていくんですね。で、なんか大和武尊の御事みたいな人がじーっと見張ってくれてますね。ありがとうございます。立派なお堂ですね。すごいですね。こっちが本堂なのかな。あ、ちゃんとしたお賽銭もありますし、あ、すごい、結構細かいところにいっぱいこういうのが用意してあるし、で、これ、あ、ひしゃくで水汲んでやるタイプなんだ。こんなパターン初めて見た。そうですね、鐘をこうゴーンって鳴らすタイプなんですね。で、この奥に、あの、先ほどのね、写真の清水大師の、大師様の像があるよということみたいですね。百度石ってどっかで聞いたな。あ、あそこだ。あの、水間寺にもありましたね、百度石って。よかった。危うく完全制覇と言いながらちゃんとできない図じまいですね。やっぱこれだったんですね。じゃあ、あの地蔵さんは何だったんでしょうね。よいしょ。とりあえずこれで戻れるんだな。これでさっきの道に戻ってきたんですね。よしよしよし。あと、あの細いところね、行かれないといけないですから。ちなみにさっきの人が来た道まで行きましたけど、やっぱここはさすがに一方通行なんですね。無理ですよね。雨当たってきた。なんだこれ。めっちゃ晴れてるのになぜか雨が当たってきましたね。まあでもそりゃそりゃここは一方通行でないと無理だな。わわわわわわ、降ってきましたね。あ、確かに後ろ側を見るとちょっと雨雲いるな。ここまで来たら大丈夫。そっち側渡ってますね。ちょうど境界線なんですね、今。今、干からびた蛇がいましたね。出るんだ、この辺りも蛇。あ、ここまで来れば大丈夫ですね。ちょっと降ってきたな。あ、やっぱ本当だ。ここからね、
ここからって言ってますけど、この間はいいらしいですけど、時すでに遅しですよね、ここで言っても。あ、そっか、中央病院のね、出入り口はね、あれですからね。はい、これで、あの、さっきからなんだ。うわ、ちょっと当たってきたな。うわ、降ってきた。ああ、上見たら確かに、通り雨っぽいな。すぐ止みそうですけどね。あ、こんなとこ招き猫あるんだ。さあ、招き猫の前まで来ましたけどね。いやー、どうかな。晴れ間がだんだん隠れてく感じなのかな、これ。思ったよりもまあまあ降ってます、雨が。参ったな。ちょっと小木の里着いたとこら辺で、天気予報確認しましょう。そう、こっち見るとちょっとかなり雲行き怪しいんですよね。これは帽子買った方がいいな。傘はいいですけどね。あ、冷え星なのか。ははは。降ってきたな。ちょっと、あ、ちょっと。雨宿りできる。よしよしよし。これ JR の高架下か。よいしょ。ちょっと確認しよう。見てみたらだいぶ通り雨っぽいですね。11時半くらいには一回良くなるんやな。ちょっと古希の里まで行って、ちょっとそこから先はちょっと考え直しましょう。作戦変更しましょう。古希の里より JR の駅の方が近い。これちょっと行った方が近そうなんで、そっちの方がいいかと思います。で、雲は南から流れてきてるんで、ちょっと早足で歩いてったらワンチャン雨の本降りに当たらずに行けそうなんで、頑張って歩きましょう。ちょっとここ頑張ろう。ちょうど木があるんでいいですね。助かった。で、なんならもう電車で雨宿りしながら飯食って、ちょっと今回閉めてもいいかもしれませんね、これ。さあ、ちょっととりあえず貝塚の駅の方までね、出たいと思いますからね。これファインの道か。ここ行ったらいいのか。あ、唾液がある。あ、唾液に帽子売ってねえかな。今日のラッキーアイテム帽子でしたもんね。帽子と引きを買ってこう。帽子買えばなんとなりますからね。唾液だ。トイザースも入ってんだ。よし、